石油資源をもとに大きく発展した中東の UAE アラブ首長国連邦。その首長国の一つであるドバイは石油産業への依存度が低かったこともあり、金融や不動産、観光などさまざまな産業の成長に力を入れています。世界で最も大きい人工島で、完成によりドバイの海岸線を500キロ以上も長くしたパームアイランドや、高さが829メートルにも及ぶ超高層ビルブルジュハリファをご存知の方も多いのではないでしょうか。そんなドバイの空の玄関口がドバイ国際空港です。2019年の利用者数は世界で4番目と東京国際空港羽田と同等の8600万人に達しています。そしてこの巨大空港を拠点にし、 UAE の経済政策において重要な役割を担っている航空会社がエミレーツ航空です。同社は南極を除く全ての大陸に定期路線を持ち、エアバス A380 型機やボーイング777型機をそれぞれ100機以上と多数の大型機を保有。その中にはバーやシャワールームを備えた機体を運用するなど、充実した機内サービスにも定評があります。2021年1月17日午前8時、そんなエミレーツ航空のボーイング777型機がドバイ国際空港で出発の準備をしています。この便は957便でレバノンのベイルート国際空港を目的地とし、飛行時間は4時間11分を予定していました。機長と副操縦士は飛行計画や経路上の情報を確認。到着の少し前にところどころ積乱雲が発生するとの予報が出ており、降下中乱気流と遭遇する可能性があることを客室乗務員へ説明していました。そして出発準備が完了し、午前8時27分に移動を開始。乗員乗客64名を乗せて機長の操縦にて離陸しました。離陸後は順調に飛行を続け、出発から3時間半ほど経った現地時刻午前9時58分、レバノン到着まで42分、957便はエジプト北東部の沖地中海上空をフライトレベル360で飛行していました。この時機長と副操縦士は進行方向に積乱雲があることを認識しており、回避を検討していました。そして管制官から進路を変更する許可に加え、さらに変更が必要であればいつでも連絡するようアドバイスがあり、副操縦士が了承しました。957便で使用された機体は気象レーダーを搭載しており、降水を含んだ雲や乱気流を検知します。その結果は操縦室のディスプレイに表示され、パイロットが随時確認できます。機長はこの時レーダーを操作して周囲の状況を確認。50マイル先と120マイル先に反応があり、積乱雲の存在を把握していました。10時ちょうど降下の準備を進める機長がシートベルト着用サインを点灯。続いて副操縦士が客室乗務員に対して乱気流に備え機内の安全確認を行うように指示しています。そして準備が完了し、957便はベイルート国際空港に向けて降下を開始しました。アラブ首長国連邦のドバイからレバノンのベイルートへ向かっていたエミレーツ航空957便、着陸に向けてフライトレベル360から降下を開始しました。4分後、高度2万9000フィート付近で乱気流に遭遇。副操縦士は客室乗務員へ着席するように指示をしましたが、その直後急激に速度が上昇するとともに機体が激しく揺れ始めました。機長は速度超過を避けるため自動操縦装置の設定を変えるなど、規定の手順に従って対処を始めます。しかし速度はさらに上がり続けたため、スピードブレーキも断続的に使用し調整を継続。一方で副操縦士は悪天候を避けるべく管制官とやり取りをしており、
許可を受けて機長は進路を変更しました。この時副操縦士は管制官へ乱気流の強さを強いもしくは短時間機体の制御が困難と報告しています。3分後副操縦士は管制官へ乱気流が弱くなり始めたことと遭遇した高度はフライトレベル330から270の範囲だったことを報告しました。そして客室乗務員へ機内の状況を確認。その結果乗客1名が足の強い痛みを訴え他にも負傷者が出ていることが判明しました。機長はそのままベイルートへ向かうことを決め、その後も軽い乱気流が続いたものの、957便は約30分後の10時40分に無事着陸しました。乱気流に遭遇したことを受け、到着後、整備士による必要な点検が行われましたが、機体の損傷は確認されず、ただ乗客1名が右足を骨折し、他にも乗員乗客6名が軽傷を負う事態となりました。この状況を受け、エミレーツ航空は AAIS アラブ首長国連邦航空事故調査部門へ通報。事故は地中海の島に位置する国キプロスが管轄する空域で発生しましたが、関係機関が協議した結果、アラブ首長国連邦が主導し、事故の調査が進められることになりました。まず調査チームは機体の装備や整備状況を確認しましたが、全て規則にのっとっており、事故の原因となりうる欠陥や故障の証拠は見つかりませんでした。さらにパイロットの勤務や訓練状況についても調査しましたが、健康状態や直近の休暇も問題なく、また必要な訓練も受講しており、機長は気象レーダーの取り扱いにも長けていました。そして飛行状況が記録されたフライトデータと操縦室の音声データを入手。ただ音声データは上書きされており、事故当時の音声は失われていたため、フライトデータをもとに分析が進められました。出発前、機長と副操縦士は気象情報を確認しており、到着の少し前に積乱雲が発生する予報が出ていることを認識していました。そのため降下中、気象レーダーを活用しつつ管制官から許可を取りながら悪天候の地域を避けて飛行しています。しかし957便は乱気流に遭遇しており、機長もレーダーの反応はなかったと証言していることから、目視やレーダーで確認することのできない晴天乱気流に遭遇したと推察されました。この晴天乱気流は強い偏西風が流れている周辺で発生する可能性が高いとされています。そこで機体を製造したボーイング社が協力し、衛星写真や観測データをもとに事故当時の晴天乱気流を予測。このデータのオレンジ色以上のエリアでは強い乱気流が発生する可能性がありますが、957便はその外側だったものの近い位置を飛行していました。一方で航空機に影響の大きい天候が見込まれる場合は、気象機関から特別な気象情報が発表されることがあります。そしてこの情報の対象となる高度や地域を飛行する場合、パイロットは客室乗務員へ着席を指示することになっていました。実際キプロスの気象機関は事故発生の約2時間半前に激しい乱気流が見込まれるとの情報を発表。しかし957便では事故直前まで客室乗務員に対して着席の指示はなく、調査チームはこの指示がなく事故へつながった状況に注目し、さらに詳しく分析を進めました。降下中、激しい乱気流に遭遇し重傷者が出たエミレーツ航空957便。降下にあたって機長は揺れの可能性を認識しており、シートベルト着用サインを点灯していました。ただ気象レーダーの反応がなかったことから、激しい乱気流に遭遇する直前まで客室乗務員へ着席の指示はしておらず、一方でキプロスの気象機関は事故の2時間以上前に特別な気象情報を発表。仮に機長や副操縦士が
降下前にこの情報を入手していれば、シートベルト着用サインの点灯に加えて、客室乗務員へ着席の指示もしていたはずでした。しかし、操縦室のディスプレイにこの気象情報が表示されたのは、乱気流が弱くなり始めたフライトレベル260まで降下した時でした。この時、発表された気象情報の高度は BTN フライトレベル260&フライトレベル390。 BTN は間を意味する英単語のビトウィーンの略語として用いており、フライトレベル260からフライトレベル390の高度が対象となることを意味していました。ただ、エミレーツ航空の運航部門が使用している気象情報システムは、この情報をフライトレベル260と解釈して957便へ送信。降下を続け、乱気流が弱まったフライトレベル260に達した時点で情報が表示されました。実は、国際的な規則にのっとると高度の範囲を示すには、フライトレベル260/フライトレベル390という表記となり、発表された情報はこの規則に適合しておらず、そのためエミレーツ航空のシステムでは安堵を解釈できず、フライトレベル260のみと誤って認識されました。この調査結果を受け、各社は様々な安全対策の実施を発表しています。まず、キプロスの気象機関は職員へ957便の事例を共有するとともに、各種情報には国際基準に準拠した略語を使うよう周知徹底を図りました。また、エミレーツ航空も社内共有を図るとともに、システムが気象情報を処理できないリスクの調査並びに乗員へ迅速かつ正確に気象情報を提供するための措置を検討することにしました。さらに、アラブ首長国連邦航空事故調査部門は、国連の専門機関の一つである国際民間航空機関に対して提言を発表。航空会社のシステムが気象情報を適切に処理できない状況を避けるため、各国航空当局の気象担当も情報表記の基準作りに関与させることを求めています。規則外の内容でシステムが正しく情報を処理できず事故につながったエミレーツ航空957便、異常気象も増える中、気象情報の効率的な処理と確実な伝達の両立はますます難しくなっていく気がします。最後までご視聴いただきありがとうございました。